こんにちは。ファンキャリア代表の田村です。本日のテーマは、海外企業と商談を行うステップで、相手企業との契約締結時に必要とされる、貿易実務書類の準備方法、輸出編についてお話ししていきたいと思います。先日までのブログでご説明した通り、自己開拓、他社開拓の方法で、自社の製品やサービスを購入してくれる輸入者を探した後、購入手続き、売買契約を締結し、実際の商品、サービス販売までの流れを括弧としたものとしていくというのが、海外貿易の流れとなります。今回は、自社が商品やサービスを相手に販売する側、輸出者として、どのような流れで進めていくべきで、今後販売契約を締結していく中で、どのような貿易実務上の書類を利用すればよいか、また、相手側と取り交わす必要があるかをご説明したいと思います。信用調査レポートの発行、展示会や公的機関の紹介等で、相手企業の強みや事業概要等をお聞きすることで、自社の製品、サービスの優位性や相手企業との親和性に関して具体化、具現化できている段階になってきているかと思います。その後、企業とメールやウェブ会議システムを利用して契約まで進めていくという流れが一般的ですが、その上で大事なのが、この相手企業の信用調査です。日本国内にはデータバンクや第三者機関等、有料での報告書発行サービスを行っている企業がいくつかあります。また、それ以外に、海外現地の日系企業の弁護士事務所や公認会計士事務所に依頼して信用調査レポートを発行してもらい、相手企業が取引に値するか確認するというパターンもあり、先述したデータバンクでの報告書発行と合わせて、大きく2つあるかと思います。事前に相手企業の財務レポートや代表者は誰であるか、取締役等の経歴、取引先企業との契約条件や払い込み状況等を確認することで、次回ご説明するお見積書の記載内容である相手企業への契約条件や建て値等の詳細な条件を決定したり、商談する上でのノット数を決定したりする等にも活かされます。また、事前に相手企業の事業規模を確認することは、商談を行う上で非常に有利な資料となります。あくまで、信用調査レポートは、参考資料かつ刻々と状況が変化し、内容も変わるものですので、その報告書の内容が 100% 正しい事実の情報である保証はありませんが、相手企業にとっては、事前に、先方が、詳細に調査を進めていることで、一方に、過剰に有利な契約を締結したり、輸入者が、代金の支払いを踏み倒したり等し、輸出者が想定する、貿易上のリスクを最低限抑止させることにつながります。二商品施策、サービステストレポート、報告書、の発行と、合意書の締結、海外企業と自社の製品やサービスの販売契約を結ぶ前に、自社の提供できる品質、クオリティが、相手企業が求める品質の内容と合致しているかを事前に確認するレポートの発行が、とても重要です。海外企業との取引でよく発生するトラブルとしてあるのが、見積もりや契約締結の時点では、品質に関して何にも言わなかったが、海外の現地工場や顧客への納品時にクレームを申し出てくるパターンです。海外の担当者から、現地顧客が言っているのだから、相手が求めるクオリティを早く製作しろ、とか、しっかりと品質の担保できる製品を輸出できないのであるなら、今回の輸出で契約を破棄する。代金はもちろん払わない。とし、海外に輸出した途端、クレームを入れてくるパターンです。これは、初めて海外貿易を行う企業でしたら、
高い確率で経験する事象でしょう。このようなトラブルが発生する理由としては、自社が提供できる価値は具体的に何なのか、どのような条件の場合にはサービスをしっかり提供できるのかできないのかということを事前に輸入者に明示しておらず、相手と合意を得ることができていないことが大きな要因として挙げられます。基本的に販売契約とは、契約は締結の申し込みに対して相手方が承諾した時に成立する諾成契約であり、たとえ相手側のニーズを 100% 叶えなくても、相手側がこのクオリティで十分だと認識して、販売契約に合意していればその契約は成り立ちますし、輸出者は契約の正当性を主張できます。後で追加クレームとならないためにも、自社の商品、サービスの提供できる品質やその品質を提供できる条件はどのようなものなのか、英文契約書だけでなく、写真や動画等、視覚で輸出者の提供する商品、サービスの中身が何であるかを具体的に理解できるようなレポート、報告書を作成しましょう。そして、そのレポートを作成した後、要約した点を盛り込んだ合意書を作成し、輸入者側とレポート、報告書の内容に関して合意を得ておくことが、輸出後の納品時や代金回収時のトラブルを防ぐためにも非常に重要です。今回は、貿易実務書類の準備方法、輸出編に関してお話しさせていただきました。次回は、続編で、貿易実務書類の準備方法、輸出編についてお話ししていきたいと思います。